ロシアへの編入に向けてウクライナ東部や南部で新ロシア派が強行し9割が賛成したと主張する住民投票の結果についてアメリカのホワイトハウスは28日違法で認められないとの姿勢を示しました。 さらにアメリカ政府は同盟国や友好国とともにロシアに対する追加制裁に乗り出すと警告したほかウクライナへの11億ドルおよそ1600億円規模の追加の武器支援も公表しました追加の支援にはハイマ a ス高機動ロケット砲システム18機やドローン用レーダー2機が含まれます